はい、今日はですねマビックシリーズなんですけれども、このね DJI フライを使うマビックシリーズですねのアップデートの更新をしていきたいと思います。はい、今回はですねこのマビックシリーズなんですけれどもね、アプリが DJI フライっていうねアプリを使ったマビックですねのファームウェアの更新だったりアップデートをねしていきたいと思います。はい、早速ですね一番最新のですねこのマビックエア2の S ってやつですね、これね、この設定の方からねしていきたいと思います。こちらもねあのここにこう引き上げて、ここの間にね iPhone とかをね挟んでいくんですけれども、でその中にあのここにねタイプ C が入ってますね。でタイプ C から、このね iPhone のやつに接続できるようになってます。なのでちょっと大きくて場所取りますけど、タブレットの方とねやってみたいと思いますね。はい、そしたらじゃあこれを電源をね入れてみます。はい、そしてこちらも電源入れてきます。はい、そうすると自動的にね AIS っていうねつながりました。あ、これはもうはじ初めてねつなぐような形ですね。で同意します、ちょうどいいですね、これ同意しますっていう風になってます。はい、でアクティベーション紐付けをするっていう風になってますね。はい、あ、これ本当の初期設定ですね。このAir2S はねなんかちょっとこう初めてつなぐやつですね。なので一番初め初期設定こんな風にねやります。はい、で今ここでね書いてあるようにファームウェアの更新が必要ですっていうことで書いてあるので、更新の方を押していきます。はい、でこの更新のボタンを押してね、今飛行データをダウンロードの方が始まりましたね。比較的これ早いので、まあ、ちょっとこれもね早いけれどもちょっと下に置いておきたいと思います。今 15% ですね。はい、でそれと同時に今度こっちの普通のって言ったらですけど、あの Air2 ね、この Air2 の方をねやっていきたいと思いますね。今、まあ、こちらもこのケースっていうかねカメラカバーを外して、はい、でこちらの方もね引き上げていただいて、C タイプ C からねこっちのね iPhone 用の口に今してあるので、これはねスマホの方につないで DJI のフライのアプリを開いてあげてつなげていきたいと思いますね。はい、こんな形、まあ、ちゃんと一応ねここ本当は挟めるところがあるので挟めばいいんですけど、はい、ちょっと電源入れていきます。こんな形ですね。でこちらの方の機体のね電源も入れていきます。はい、はい、こちら今つながりましたね。普通にねもう GoFly でここでね飛べるようになりました。このね Mavic Air 2に関してはねあの結構まめにね飛ばしてたので、もうこちらの方はねファームウェアの新ファームウェアマビックエア2を利用できますというふうに書いてありますね。まあでも更新って書いてあるので一応こっちもやっていきましょうかね。更新やっていきます。はい、でインストール中ということでこういう表示になりましたね。もう今 48% ですね。インストール中とかはここがねこんなような点滅の表示になりますね。はい、今 77% で
ですね。 80% でこちらの方はもう終わりましたね。更新、あ、まあ、あ、更新ちょっとボタン押しましたね、これね。で今度こちらの方がいくつだ、今まだ 68% ですね。はい、待ち今待ちです。これこっちのね Air2S の方は初めての設定なので、こっちはちょっと時間かかるかもしれませんね。はい、でこの Air2 とこのミニがね同じアプリフライでできるので、まあこちらが終わればね、こっちのミニの方もねやっていきたいと思います。こちらも今更新中ということで、今こっち 32% ですね。今なんか再起動し始めましたね。こっちの一番初めにやったね、こちらの Air2S の方はまだ今 70% の状態で、今こちらの方はねもう普段から使ってるやつなので、もう今 99% ということでね。はい、更新の方が完了しました。はいね、はい、でこれ無事にこうやってつながってくれましたね。こちらの Air2 の方はね普通に使ってるので、やっぱファームウェアのね更新が楽ですね。はい、終わりました。はい、でこちらの方はじゃあちょっと電源切ってね終了していきたいと思います。でこれで終了ですね。で終わったらこちらのね足もこういうね畳んでいただいて、であとここのねジンバルが故障しないようにね、このカメラのカバーをつけてね、カチッて止まったらこれで終了ですね。で今度ミニ2やってみましょうかね。これも同じようにね、こう足を広げてあげて、でこのカバーをね取ってあげて、はい、って言ってる間にこっちがね再起動の方してますけど、まだでもこっちはねインストール中でね、まだ時間かかってます。はい、じゃあ今度こっちの方ね、でこれも Mavic Air 2とね一緒で同じような形でね、ここにスマホをね挟むタイプですね。で C からこの iPhone 用のね口があるので、これから iPhone をつないでいきたいと思います。はい、でこちらもね電源を入れていきます。はい、今つながりましたね。安全飛行データ必要ですっていうふうに書いてあるの で今度これ更新の方を押していきます。でこうやって更新を置くとね、今機体への接続が必要ですっていうふうに表示されましたね。ちょっとここつないでなかったですね。でこちらの機体のね方もつないでいきたいと思います。ね、今機体とつながったのでゴーフライのマークが出ました、ね。はい、ゴーフライつながってしまった、あ出ましたね、ここに、あ変なところでした。このファームウェアのねここに DJI ミニ2を利用できますって書いてありますけど、ここに更新って書いてあるので更新を押してね、はい、いきたいと思います。ネットワークの接続が必要ですって書いてありますけど、はいね、今もう始まってますね。 40% インストール中です。これも待ってみましょうかね。はい、って言ってる間にこっちが終わりましたけれども、更新の失敗って出てありましたね。機器をもう一回接続してくださいっていうことですね。はい、まあ一応できてなかった場合ね、こういうふうに表示が出てくれるので、またね指示に従ってやってあげればいいと思いますね。こちらももう一回切って、でもう一回入れ直してあげる、はい、こちらも入れ直してあげる、
はい、でまた同じような表示が出ましたね。安全飛行データの更新が必要です。新ファームウェア DJI Air 2S を利用できますって書いてありますけど、ね、これ更新をねもう一回押していきましょうね。はい、更新っていうので、まあこれ一度やってあるけど、やってあるマークですけどね。はい、こんな形でですね、今こっちの Air 2S の方はね、ファームウェアインストールの完了ということで無事終了できましたね。なのでバツをこのね押してあげて Go フライ、まあ、ここに安全飛行データ更新が必要です書いてあるので、こっちもね更新の方ねしてあげたいと思います。はい、でそしてやったら飛行データ更新の完了というふうに出ましたね。でこれで安全に飛行できるような状態に持ってってありますね。チュートリアルが始まりました。これ初でねつなげてあるので、こういうねチュートリアルが自動的に開始してくれるので、で一応説明がねそこで覚えられるということで、はい、で今こんな状態でね、今このコーヒーのね極みが映りました。はい、はい、これでこのマビックエア2に関しては無事終わりましたね。はい、で今こっちね、今ファームウェアインストール完了してちょっと放置状態だったので、世話焼いてくれました。ピピピピね言ってね。はい、でこれもう一回電池がね切れてるので、もう一度こう入れてね、はい、電源入りましたね。そう、またねこの送信機電源入れて繋がってなかったりするとね、こうピー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 言ってお世話焼いてくれるので、はい、あ関係ないですけど、このミニ2ね、ここのところに電気がつきますね。でこれもまあ色が変えれるっていうことで、でこれもね更新やっていきます。で安全飛行データをダウンロード中開始しました。で一応今度あっちもこっちもなってあれですけどね、今度こっちのねAir 2S の方は終わったので、これ抜いていきたいと思いますね。でこれもこんな形でしまっていって、はい、でこれで OK ですね。でこれも足をこういうふうにね畳んでいただいて、はい、でここのカバーをねつけてもらえれば、はい、でこれでエアーの方は終了ですね。はい、で今こっち片付けてある間にこのミニ2の方は飛行データの方がねここに完了っていうふうに出てます。で Go フライ出ますね。はい、でもうこれ飛ばせていけるので、こっちのミニ2の方のファームウェアも OK です。はい、なのでこちらも電源を切ってね、こちらも電源切って終了していきます。はい、でまあこの送信機もねこの中にしまっていって、はい、これでおしまいですね。今度ねもうこれもちょっと前になっちゃうんですけどね、これマビックミニですね。だからこちらは DJI Mini 2なんですよね。Mini 2。でもこれは Mavic Mini なんですよね。一応まあこれも Mavic シリーズということで同じ風にね、ファームウェアやってますけど、Mavic Mini ということで。で、これもカバー取って置いておきます。で、送信機がね、こんなような送信機ですね。はい。でこれは他のねマビックの方と違ってね、マビックの方はこっちねこういうね充電する USB のね口がねここにさUSB を挿して、でこの相手をねパッドだったりとか iPhone に挿してねやることができましたけど、これはね一応ねここに繋がないと、ここに繋いで
買ってここに繋がないとダメな形になってますね、はい、でこんな風に出てます、はい、でこれもね繋いでねいきたいと思います、ね、マビックエア 2S ねをやってでこっちが次にねマビックエア2が終わりました。で今こっちのねミニ2ね、このミニ2が終わったところです。で今からこのミニをねやりたいと思います。このフライでできるやつはね DJI フライっていうアプリでできるやつはこの4種類ですね。はい、でこれをやっていきたいと思いますね。まず電源をはい入れてきます。でこちらの電源も入れてきます。はい、はい、で送信機と本体が機体がねつながるとここが点滅だったやつが点灯に変わります。それと同時にね自動的にアプリがつながってくれますね。でまあこれ一応更新っていう風に今はもうこっちのねページ開いちゃいましたけれども一回もろってもらってね安全飛行データの更新が必要ですっていう風に出てるのでそれを更新をしていただければね。で安全飛行データを更新中ということで今もう 43% ですね、はい、でこれで少し待っていきたいと思います。まあその間にねあのこっちのミニ2のねお片付けの方をねしていければと思います。でこのカバーまあこれ 4K ですねミニ2はね、はい、そして、ミニ2のいいところはねこの結構このプロペラがね邪魔なんですけどミニ2からはこういうものがついてねプロペラがちょろちょろしないようになりましたね、はい、でこういう風にパチッて止めるような形あまあちょっとこう出ちゃいますけどこんな形でねあの収まりが良くなってます。ちょっとずれるとあれですけどはいこれでこんな形ですね、はい、ここにちゃんと入れて、はい、でこれで2ミニ2の方は終わりですね。でこちらのマビックミニの方はまだ今 68% っていう状態でいます。はい今 82% ですね。はい、今こうまた再起動したんですけどね今こう機体モジュールこれバージョンがね違いますって書いてありますね。離陸できませんっていう表示になってます。なのでまた戻ってあげてねやるとまたこういうふうにねあの安全データで安全飛行データ更新が必要ですって出るのでまたちゃんとやってあげると更新ねちゃんとねできてなかったっていうことですね。こんな風にね、あの細かくね、あの指示をしてくれるので、これ言う通りにね、あの時間をかけてゆっくりとやってやればいいと思います。なのでね、前々日とかのね準備の方でね、ちゃんとしっかりやっててあげれば、現場行ってもね、安全にドローンの方を飛ばせると思います。
ね、これも今 48% ですけど、ちょっとこれね放置しておきます。はい、今こんな状態ですね。 80% まで来ました。結構ねこれその日によってね、あの早い時と遅い時があって、早い時はすぐ終わるんですけどね、まあこういう風に時間かかるので、このね送信機の電池とかね、機体の方のね電池ね、バッテリーの方がね満タンにね近い方がいいと思います。まあ、基本ね 50% 以上っていう風に表示されますけどね、まあできるだけフルにね近い方が安心してできると思いますので、はい、今も96ですね、97、99で今度再起動ねしてくれるようになります。あ、更新完了ですね。はい、これ終わったっていうふうに出ます。はい、飛行データ更新完了って出ましたね。はい、でこれで慎重に離陸してくださいっていうふうに出るので、はい、でこれ正常って出ましたね。はい、これで安全に飛行することができます。はい、なのでこれで終了ですね。はい、そしたらじゃあ電源の方を切っていきたいと思いますね。はい、でこれもアプリを切ってね、であとはお片付けしてね、これもこう畳んで、はい、こんな形ですね。だからこっちのミニの方はね、このマビックミニの方、もうプロペラのあのこれがないのでね、もう本当に一緒なんですけどね、サイズね、これがないのでちょっとプラプラしてしまうので、であと送信機もね違います、こんな形でね。はい、まあ好みあるんでしょうけど、まあ最近はねこれが流行ってきて、これで慣れちゃうともうこれがものすごい楽なんですけどね。でも、まあ持ちやすいですしね。まあドローンの方はね進化どんどんしていってますけど、アプリの方もねあのどん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 良くなってきますので、それに合わせてねあのファームウェアの更新の方をちゃんとしてね飛ばしていってあげればいいと思います。はい、今日はですねこのねマビックシリーズ DJI フライっていうねこのアプリのファームウェアの更新をやりましたね。 DJI フライで対応してるやつがねこの Air2S で、これ Air2 でミニ2ね、そしてマビックミニっていうねこの4機種になってきてるので、ね、このフライでできるやつを今日はやってみました。